はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きからやっていきたいと思います。中央のリジスコアですね、そこに向かってとりあえず行きたいと思います。まあみんな頑張ってくれてるみたいなんで。あ、始まった。さっきまでの雷みたいなやつは収まったようだな。ああ、だがこの感覚、闇の力はより強力になっている。敵が変わってんのかな。いろんな敵が出てきてたけど。あ、フラットがいる。話す。ウォドムだった。間違えた、フラットじゃねえや。ウォドムがいます。リジェスの力で蘇ったようですね。おお、どうするんだ。戦いますか。はい戦ってどうなるの。なんかいいもんくれんの。ま、とりあえずサクサクサクっと倒しましょう。サクサクサクっと倒せるかどうかわかんないけど。いけー、スタンして。うわ、4万5000もあるヒットポイントいかれてんなこいつ。ま、いいや、スタンしてるから、とりあえずガンガンいくか。むっちゃ強えなこれ。まあスタンしてくれるからその分は楽だな。これが強い。おっと、スタンが溶けてしまった。いけー。負担しない。何、継続回復。ラッシュかけよ、ラッシュ。まさかウォドムごときでこんなに苦戦するとは思わなかった。おお、経験値めっちゃ持ってるじゃあ回復しに帰っていいかな帰ろう。うん、さすが闇の力だ。あとヘブンズソードとビートスターとかも復活してましたよね。どこだか忘れちゃったけど。そう考えると普通の敵が変わってなさそうだな。まあいいや、ちょっと中央部に向かいましょう。ピピー、光からだ。ノーベルガンダムとイービルティガがキューブコアに到達した。これで全員スタンバイ完了だ。そちらの状況は。まもなくだ。わかった、急いでくれ。ん、これ入ったら帰れないとかないよね。闇の力がさらに増してきたな。ああ、強烈だ。近づくにつれ体力が奪われていくようだ。これじゃあまるで最初にキューブに取り込まれた時のようだ。祭壇の広場まであと少しだ。行くぞ。おお、着いたよ。着いたぞ。拠点に知らせよう。ああ、早くしてくれ。ヒーロー到着の報を受けた光はすぐさま各キューブで待機している仲間に命令を下した。よし、各キューブ作戦開始だ。リジスコアへ向けエネルギーを照射せよ。了解。オラに元気をくれ。おお、めっちゃ来た。なんかコアには入ってない気がするんだけど。おお、でも包み込んだ。どうだ、闇の力が弱まったぞ。結界を破ったようだ。やったな。よし、突入できるか。あ、いけそうだ。小賢しい真似をしてくれたな。その声は。リジェスコアの中から声の主が姿を現した。サジタリウスの差し金か。どうした。指南樹だ。リジェスコアから指南樹が。だが
ここでお前たちを始末すればいいだけのこと。リジスの器たる私にとってはたやすいことだ。うわあ、大丈夫か。はあ、く、死なんじゅ。そうだったな、こいつを倒さなければ先へは進めない。倒せるものならばな。せっかく仲間が開いてくれたんだ。こんなところで終わるわけにはいかない。いかねえか。ダブロー君ってこんなこと言わねえだろ。だが終わりなのだよ、ロストヒーローズ。おお、シナンジュ戦か。とりあえずいつもの通り行きましょう。2400。痛い。おお、いきなりエネミーラッシュかよ。マジかよ。こいつはちょっと攻撃しよう。一応ヒールレーン打っとくか。いけ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 。よいしょ。ヒールで回復するか。グレネードランチャー。ヒールんだー、マジかー。了解。最後まで諦めるな。攻撃力かって言ってもな、赤タイマーだしな。こいつはくたばってるし。アストラップ。高速で近づいてる。いてー、また切るんだ。はーい。アストラ。よしよし、これで全回復。痛い。おー、ターン A。やっぱ狙われんな。よし、使おう。いや、待って。赤ゲージだからやめよう。アストラをダブルオーに使ってヒールレイン。おお、狙われてる。よし、ここでいきましょう。2ライザーソード、絶好調。シューティングビーム、こいつも攻撃に入ろう。ゴールデンエクストリーム、くらえくらえくらえ。よし、9600。ターン A めっちゃ回復すんな。攻撃すると回復するやつつけてますからね。うわー、コンボが使えねえ。まあしょうがないか。レオキック、とりあえずメテオでゲージを貯めとくか。少し、あ、この時はゲージ上がんないな。やばい。まあ2ターンだからな、しょうがない。ヒール3。ゲージ貯めとくのが早いか。うおー、いろいろと元に戻ったな。ガードガードガードの自分で回復。お、見た。死んだ。今はこの力を使ってでも。これがガンダムだ。こいつは復活キットで一回出しましょう。うわ、かわされたー、マジかよー。攻撃力が高い気がする。どうしよう、ギガライフキットを使おう。一応こいつはヒールレーンを打っとこう。え、めっちゃかわされてんだけど。そして普通に死んだ。
ッシュ。ガードガード、こいつは一応復活キットで蘇らせよう。いてー、ガードガードガード、ヒールレーン2。痛い、これ強い。ビーム投げになったが強い。大復活キットがまたなくなってきた。いてーいてー、これが回復しよう。今はこの力を使ってでも諦めるか。よし、ダブル攻撃。どうしようかな、溜まってないんだよな、ダブルオーが。こいつも赤タイマーだし。おーっと、シールド。痛い。アストラップ。アストラップ。やっぱダブルヒットポイントが低いな。よし、ここで撃とう。いや、ウルトラマンを待つか。やっぱりその間にでも結構シナンジ減りそうな気がするんだけどな。よし、ここだ。このターンで決める。さらばだ。回避に専念した。マジかやばいんじゃないこれ。当たった。よし、マジか、押し切れなかったか。かなりやばい。いや、でも大丈夫か。いてー、ひるんだー。ラッキー、なぜかかわせた。今はこれね、ひるんでると使えないんだよね。マジひどいシステムだよ。でももうこれで決まりですね。攻撃していきましょう。キリモミキック、かわされた。よーし、おー、経験値いっぱい。シナンジュ、これで終わりか。まだだ。器は朽ちてもリジェスが終わったわけではない。覚えておけ、器には器の怨念もあるということを。くわー、怨念。う、どうした。闇の力に押し返される。くわ、闇の力が逆流しそうだ。光の力といっても、闇の力を正義の心で無理やり反転させているんだ。そう長くは持たない。仲間が一人でも倒れたら裂け目は閉じてしまう。その前にリジェスを倒しゃいいんだろう。とっとと行くぞ。みんな耐えろ、俺たちはこのまま照射を続けるんだ。その間に、いや、中に入ってリジェスを倒してください。そして絶対戻ってこい。わかった、みんな行こう。帰りたいんだけど。ヒーローたちはリジェスコアに突入した。仲間の熱い思いを受け突き進む。リジェスを倒すために、強烈なエネルギー体を抜けると、そこには異空間が広がっていた。リジェスコアの中か。外から見るよりずっと広いな。いや、というよりまるで異空間だ。この奥にリジェスが。空間全体が闇のエネルギーで構成されている。気持ちを強く持っていなければあっという間に飲み込まれてしまうぞ。
今度こそ本当の決戦だな。行こう。お、アイテムが追加されました。結構余裕だな。戦えロストヒーローズ。これ帰っていいの？帰りたいんだけど。なんかセーブで行けるとこないかな。大丈夫かな。イベント始まったりしないかな。ちょっと恐る恐る進んでるけど。え、なんかここ危ねえな。帰ろう。いや、一旦帰れるな。というところで、じゃあ今回はちょっと早いですけれども、まあ、次回リジェスコアの中ですね、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。